インタースターは日産自動車がかつて欧州や南米で販売していた大型商用車である。ルノーから OEM 供給を受けた車種でベースはルノーマスター。2000年10月31日に第34回東京モーターショーでルノーマスターをベースとした参考出品車 X カーゴを発表。このモデルが前期型インタースターとエクステリアデザインがほぼ 共通となっている。なお、このモデルは日産の CI が旧型のものになっている。その後、2001年に販売が開始された。2003年にはルノーマスターと同じくフェイスリフトを行った。3から9人乗りの貨物車と16人乗りのミニバスがある。ミニバスは 3X4 プラス 2X2 の配列となっている。ロールーフ、ミディアムルーフ、 ハイルーフの3種類があり、ホールベースも、ショート、ミディアム、ロングの3種類がある。また、リアドアは、観音開き式のみである。その他、キャビンよりも後ろ過失とした3人乗りのトラック仕様も、存在し、ダンプや、カーゴ仕様がある。シフトワードは、欧州におけるキュビスターや、プリマスター、および、日本の商用車各車種と同じシフトビジネスであった。 2010年9月、ハノーバーモーターショーにて、インタースターの後継車種である NV400 が発表された。同年春に、新型に切り替わったルノーマスター及びオペルモバの、ボックスホールモバノとは引き続き姉妹車の関係になる。ありがとうございます。